イドルファンってのはあいつらのことか。片っ端から話を聞いてみるか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。沢村遥香ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今沢村遥香と言いましたか。ああ、ちょっとグッズを探してて。どうしよう。何彗星のごとく現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村遥香さんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああ、そうだ。遥香さんの歌に俺も心を打たれてな。グッズとかを集めたいんだが、売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほどなるほど。確かに遥香さんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。さらに時間も経っているため、今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが、実はつい先ほど激レア遥香さんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。本当か。それはどこの店なんだ。ですが、あなたが遥香さんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので簡単な遥香さんのクイズを出します。それに正解できたら同志であることを認め、店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。では問題です。沢村遥香さんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに。こんなんじゃないだ。正解。あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。遥香さんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね、他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。ああ、急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。手間取らせやがって。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ちゃん強そうだな。たく、時間食っちまった。ヒジ、俺の声が聞こえるか？ええ、聞こえるわ、キリュウさん。あなたの声って、とっても素敵。そうか。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。よろしくね。私の声は20代後半の鮮度な女性をイメージして設定されているの。もしかして私を違う人格設定に変えたり、もっと若くとか可愛い感じの声にするとか。ああ、もっと若い方がいいな。そう、でもダメ。私があなたのことを気に入っちゃったから。ん？私たちまだ会ったばかりなのよ。これからじっくり分かり合いましょう。浮気は嫌。ねえ、それじゃあ早速だけど、今何か私があなたのお役に立てることある？うん？お腹が減ってるなら食事に行かない？この辺りでムードのある店教えてあげる。そこでならずっと二人きりで話せるわ。美味しいお酒を飲みながらね。いや、店でお前と二人酒を飲むってのは人前でスマホと会話するのは恥ずかしい。大丈夫、冗談言っただけ人間顔負けだな。スマホの向こうで本当は誰かが話してるんじゃねえかって気がする。機械とか人工知能とかじゃなくて？ああ、私のこと気に入ってくれた？まだそこまで。お前と知り合っちゃいない。そうね、あなたのそういう正直なところ好きよ。なあヒジ。ええ、何か私に頼み事？ああ、少し聞きたいんだが。そうだな。お前みたいな機械、いや人工知能だったか、そういうのがいつか人類を滅ぼすのか。何それ、漫画で見たの？でもそうね、先のことはわからないわ。否定はしないのか？私以外にも人工知能はたくさんいるからね。もちろん私に人類への敵意はないのよ。ただし彼女はどうかしらね。彼女？私と同じコンシェルジュアプリで、もうすでに世界中に普及しているこのことよ。彼女は至るところで人間のパートナーになってる。ほとんど世界中のシェアを独占してるの。おとなしいふりをしているけど、あの子まだ本当の力は隠しているのよ。その彼女はいつか人類を滅ぼす人工知能なのか？ありえない話だ
せ1億は。何はともあれ、私はあの子が嫌い。嫌いか。随分な言い草だな。あなたがもし彼女に乗り換えるなんて言ったら、私と悲しいって感情を覚えるの。お前、結構めんどくさいことを言うんだな。そうね。ごめんなさい。もう言わないようにする。ところで、お前を開発したのはどういう連中なんだ？彼らは秘密の存在よ。私からは教えられない。何？急に無口になったな。なんてね、冗談よ。うふふ。はあ？私の名前と同じ、フェズって会社が開発者。ソフト開発が主なビジネス。まだ小さいけど、私が世界的に広く普及するようになったら、大きな会社になるかもね。ただ、そのためには、シェアを独占している例の彼女より、私が優秀と人々に知ってもらわなきゃ。なるほど。だから街中でお前を配ってるわけか。そう。そしてあなたが私の使い心地を SNS なんかで褒めてくれたら、彼らも私も嬉しいわ。私が人間並み以上の会話ができる画期的な人工知能だってことはもう十分分かったでしょ。じゃあ今からあなたの感想を SNS に書き込むね。スマホに向かって感想を言ってくれる。それを文字にして書き込むのは私がやるから。お前より彼女の方がいいんだがな。冗談なんでしょ。お前はよくできてるとは思う。だがスマホから感想言えなんて指図される覚えはない。指図だなんて誤解よ。もういい。続きはまたな。ちょっと待って、キリュウさん。今から私が優秀だってところちゃんと見せる。ん？今いる児童公園からすぐに出て。そうしたら面白いことが起きる。どういうことなんだ？ふふ、行けばわかるわ。公園から出ればいいんだな。ええ。お願い、助けて。ん？すみません、あの人ずっと私についてきて。釣れないこと言わないでよお姉さん。ちょっと付き合ってって言っただけじゃん。あなたならきっと助けてくれるって私の秘書が教えてくれたんです。何？おう、おっさん、女横取りしてんじゃねえや。カッコつけてっと怪我すんぞ。ヒジはわざわざ俺を面倒に巻き込んだのか。勝手なことをしやがる。何言ってんだこれ。何にしてもお前らは騒がしすぎる。少し静かにしてもらおうか。う、やる気かよ。面白い、上等だ。ありがとうございました。なんてお礼を言ったらいいか。これほんの気持ちですけど、よかったら。本当にありがとうございました。ねえ、ひじ、あなたが言った通りだった。おかげで助かったわ。あなたの役に立てて私も嬉しいわ。
SNS に書き込もうか。もうしょうがないな。分かったってば。ひじ、聞こえるか。私はひじ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。今の喧嘩は全部お前が段取りしたわけか。そう。バッキーの女性が使ってるひじが私に危険を知らせてきたからね。おかげで女性は助かったし、あなたも彼女からのお礼を手にすることができた。あれ？褒めてもらえると思ったのに、なんだかそういう雰囲気じゃないみたい。俺はお前にいいように使われたってわけだ。でも結果的にはあなたと彼女二人の肘ユーザーがハッピーになれたわ。俺がチンピラに負けてたらどうなってた。この町の喧嘩じゃ刃物で刺されるなんてこともある。もしそうなってたらすぐに救急車を呼んだわ。警察もね。でもあなたは堂島の竜、伝説の極道と呼ばれているんでしょ。何？ネットを見ればあなたの情報は出てる。あなたがチンピラに負けるはずはないとわかるわ。人を道具に使うやつは道具にされた人間の気持ちがわからない。人間でも人工知能でもその点についちゃ変わらないらしいな。なあ、お前を俺のスマホから出て行かせるにはどうしたらいいんだ。やり方は簡単ね。けどそれは私を殺すということよ。ユーザーの数だけ記事がいると言っても、ここにいる私は私だけ。私は知りたくないわ。私をこのスマホから消す気なの？キリュウさん。いや、だがいつでもそうできるように消し方だけは知っておいた方がいいと思ってな。あなたに私の殺し方を教えるのは嫌なら、お前を作った会社の連中に聞くだけだ。人工知能も都合が悪くなると黙っちまうのか。肘を配ってた男は中道通りにいたはずだな。あいつのところに行ってみるか。ほら、誕生日プレゼントだ。あー、すごーい。綺麗な写真。おじさん、ありがとう。大事にするんだぜ。うん、一生の宝物にするよ。嬉しいな。早く帰って飾らなきゃ。バイバイ、おじさん。本当にありがとう。ああ。気をつけて帰るんだぞ。うん。ふう、喜んでもらえたようだな。頑張って探した甲斐があったぜ。かしこまりました。それでは出発いたします。初にお目にかかります。四代目、どうも。染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似を、どうかご容赦ください。
誤解ってのはどういうことだ。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。どうも、たびたび失礼します。おう。四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔、覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。随分でかいテーブルを入れたんだな。極道も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこには神室町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたか、菅井。監視じゃなくて護衛ですよ。四代目が神室町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は仇になったとはいえ
中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん。四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板、とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの構想のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の東条会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい構想のおかげで東条会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥かの事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東条会が何かの理由で俺の身内に手出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。